乃木坂46には評価されるべき実力を持っていながらも、なかなか選抜に選ばれないメンバーがいます。乃木坂の枠を超えて舞台に出演し、歌唱力に磨きをかけているメンバーや、自分の得意なことを活かして、個人で番組を持つメンバーもいます。中には、歌唱力とパフォーマンス中の表情の美しさに、バナナマンの設楽さんがベタ褒めしたメンバーまでいるので驚きです。そこで今回は、選抜入りが少ないけど、ブレイクした乃木坂メンバーを6人紹介します。また、坂道グループが好きな方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。林ルナ。4期生の林ルナさんは、高い歌唱力、ビジュアルを持ちながらも、選抜回数が少ないメンバーです。林さんは、2018年にグループに加入して以降、4年もの間、選抜に選ばれず、2022年の31枚目シングル、ここにはないものにて、やっと初めての選抜に抜擢されました。しかし、林さんのパフォーマンスをアンダーライブで見たファンからは、聴いている人を引き込む圧倒的な歌声、メンバーの中でも頭一つ抜けていると高い評価をもらうほど歌唱力に定評がありました。これだけの注目を集めているにもかかわらず、4年もの長い間選抜入りを果たせないことには複数の理由があります。一つは、林さんが加入したばかりの頃は乃木坂の基盤を作った1期生、2期生が圧倒的に強かったことと、二つ目は、林さんがアンダーメンバーにいることによって、アンダーメンバーにまとまりが出ることです。乃木坂46は、アンダーメンバーのパフォーマンスクオリティの高さにも注目されており、選抜メンバーと大きな差がないところも特徴の一つです。そんな猛者揃いのアンダーメンバーの中に、林さんという高い実力を持つメンバーがいることで、一つ柱が通ったように、パフォーマンスの質が上がります。そのため、林さんを選抜メンバーにという声が多く上がっても、運営としては、アンダーメンバーの人気を下げたくないという思いがあり、なかなか選抜入りさせることができない期間が続いたのです。さらに、久しぶりに選抜に選ばれた後、林さんは2023年6月から10月までの間、体調の回復と学業を優先するために活動を休止していました。林さんがお休みを取っていた期間は、真夏の全国ツアーや5期生のミーグリ本格参加などがあり、乃木坂46の大事なイベントが多数行われていたため、他のメンバーと比べて出遅れてしまった印象は否めないでしょう。しかし、現在は活動再開を発表しており、1期生、2期生もすでに卒業しているため、林さんにスポットライトが当たる可能性は十分に高くなっています。乃木坂の冠番組で林さんの10th year birthday live でのパフォーマンスを取り上げたバナナマン、設楽さんが、林とかいい表情するよね。アイドルがステージで輝いているのを絵に描いたみたいな、と絶賛したこともあります。ファンからは、林の歌声って世間が気づいたら爆発的に人気出るだろうな。そう思うぐらい魅了される。林ルナ、本当に凄すぎる。美しすぎて一時も目が離せない、など、林さんを称賛する声が多く上がっていました。林さんの強みは、楽曲それぞれの特徴を一度自分に落とし込み、その世界観のままに歌と表情で表現することができるところです。ヒットグループに加入してアンダーライブで4年間下積みを続けた中で、ずっと自分の持っている強みに磨きをかけていたのでしょう。ここに来て、今までの努力の成果がずっと林さんを見ていたファンに伝わってきたのでしょう。林さんの秘めている実力がついに花開くのは、まさにこれからであり、将来的には同期の柿はるかさんや遠藤さくらさんのようにセンターを飾る可能性も十分に秘めていると考えられます。向井葉月。3期生の向井葉月さんは、多くの人から愛される一生懸命さといじられキャラという魅力がありながら、なかなか選抜常連入りを果たせていないメンバーの一人です。向井さんは2016年にグループに加入後、すぐに同期の与田祐希さんと並ぶ圧倒的なビジュアルの持ち主と話題になりました。しかし、冠番組で残念ないじられキャラとして扱われることが増えすぎてしまい、なかなかミーグリの結果が振るわない時期が続き、2023年の34枚目のシングル、モノポリーにて初めて選抜に選ばれることができました。なかなか選抜入りできない時期が続く中で、ファンからも、こんなに可愛いのになぜ？もっと人気が出てもおかしくないのに、という声が上がっていました。そんな向井さんに大きく注目が集まったのは、2023年の9月に埼玉西武ライオンズの試合で、セレモニアルピッチとキレキレのダンスを披露し、勝利の女神として話題となったことです。もともと向井さんは西武ファンだったのですが、私は西武が好きなだけだから、プライベートでいい、仕事にしたくない、とファンであることを公言していませんでした。
しかし、この試合で初めてファンであることを公言し、ファンでなければ踊れないはずの応援歌ダンスを披露したことで、乃木坂ファンと西武ファンの両方の心を掴んだのです。するとファンからは、趣味だからと仕事にするのは恐れ多いとなる。そんな謙虚さと、ガチ感が狂おしいほどに押せる。努力、笑顔、感謝をグループ内で一番体現していると言ってもいいぐらい、と称賛する声が上がっていました。向井さんがこれだけ愛されるゆえんは、何事にも一生懸命、笑顔で取り組めるところでしょう。これだけ選抜落ちが続くと、どうしてもモチベーションを保ち続けることが難しくなったり、パフォーマンスの質を落としてしまったりすることもあるはずですが、向井さんにはそれを感じさせない真の強さがあります。これからさらに向井さんの魅力は世間に認められていくことでしょう。今後の楽曲次第では、向井さんが選抜常連メンバー、フロントメンバーとなって乃木坂を引っ張っていくことも十分に考えられます。黒見はるか。4期生の黒見はるかさんは、帰国子女でトリリンガルという個性とクレイジーなワードセンスを持ちながらも、なかなか評価されないメンバーの一人です。2018年にグループに加入以降、アンダーライブでの活動を続け、ついに2023年の34枚目のシングル、モノポリーで初めて選抜に選ばれました。黒見さんの選抜回数が少ない要因は、もともと芸能活動と並行して、学業に打ち込んでいたことです。しかし黒見さんは、番組に出演すれば必ず何かしらの爪痕を残して帰るというキャラの強さに定評があり、ファンからももっと評価されるべきではと言われています。特に最近では野球好きという個性を生かして、MLB のスペシャルサポーターとして、ABEMA スポーツチャンネルなどで活躍しており、まだ優勝していないのにクラッカーを鳴らしてしまうなど、愉快なキャラに注目が集まっています。冠番組の内輪受けモノマネ大賞の企画では、同期の田村真由さんに、水の飲み方が男前な黒見明日香という題名で、瞳孔が開いた状態で目がバキバキの黒見さんを再現されてしまい、クレイジーすぎると話題になりました。黒見さん本人は決してふざけようという意図はなく、心から真面目に取り組んでいるつもりなのですが、しっかり周囲とずれていることに本人が全く気づかないところが愛されるところなのでしょう。実際黒見さんは33枚目シングルのミーグリで副陣メンバーに食らいつく勢いで6次完売を記録し、今回の34枚目シングルで初選抜に抜擢されています。これまでの活動で地道に自身のキャラを確立し、ファンを増やしていたからこその結果です。メンバーからもバナナマンのお二人にもファンにも愛され、ここまで面白さに定評があるため、選抜メンバーとして定着してくるのも時間の問題と考えていいでしょう。中村レノ。3期生の中村レノさんは、舞台で活躍の場を広げているものの、選抜回数が少ないメンバーです。中村さんは2016年にグループに加入して以降、なかなかミーグリの結果が振るわない時期が続きましたが、2023年の33枚目のシングル、お一人様天国で初めて選抜に選ばれることができました。しかし、中村さんは選抜に選ばれる前からすでに舞台で活動の場を広げており、柔らかい声質と表現力に定評がありました。また、そのビジュアルにも定評があり、妖精のような顔立ちと長い手足は舞台やミュージカル向きと言われています。特に2019年に行われた舞台、逆転裁判、逆転のゴールドメダルでは初めてのヒロイン役に抜擢され、歌声が本当に美しいと絶賛されています。この活動をきっかけに、中村さんはミュージカルの出演や舞台のメインキャストに抜擢されるなど、乃木坂の枠を超えて個人の仕事を増やしていきました。これまでの中村さんの活躍を知っているファンからは、もっと評価されてもいいはずの美声を持っている、アンダーファンなら知らない人はいないだろう、その確かな歌唱力とのコメントが上がっています。それほど中村さんがグループに加入して間もない頃の乃木坂46は、選抜常連メンバーの層が厚く、実力派揃いであったということでしょう。今でも実力派揃いであることには変わりないですが、当時絶大な人気を持っていた1期生、2期生が全員卒業したことで、グループの雰囲気も大きく変わりました。また、中村さんがこの7年間、アンダーライブと舞台で培ってきた歌唱力も徐々に世間に評価され始めており、2023年の1月には、エンドレスショックでヒロインに抜擢され、あの堂本光一さんらと同じ舞台に立っています。今後の楽曲次第では、中村さんが選抜常連メンバーとなって、乃木坂の歌唱力を支える日も近いかもしれません。坂口珠美。3期生の坂口珠美さんも、ダンスの実力や
個性的なキャラクターに定評があるものの、選抜回数が少ないメンバーです。坂口さんは2016年にグループに加入して以降、選抜入りできたりできなかったりを繰り返しており、直近では31枚目シングル、ここにはないもので8作ぶりの選抜復帰を果たしました。選抜入りを定着させられないことに対して本人としても辛い気持ちを抱えていたようで、選抜が目標で毎回やってきていましたけど、今回もダメだろうなと思っていたからと後に明かしています。しかし坂口さんを以前から推しているファンからは、乃木坂でもキャラが定着しているのになんで選抜入らないの、ダンスも上手なのになんでと、なかなか選抜に抜擢されないことに疑問を抱く声も上がっていました。坂口さんといえば、冠番組で披露する不自然のギャル語や、なぜか忘れられてしまう残念キャラが注目されています。内輪受けモノマネ劇場では、坂口さんのギャル語を同期の山下美月さんと梅沢みなみさんが真似をして、バナナマンのお二人にいじられていました。笑える不幸話を目指せの企画では、1、2時間一緒にリハーサルをしていたはずなのに、先輩の新内舞さんに、たまみ今日いないねと言われてしまったエピソードを話して、ファンやバナナマンのお二人を爆笑させています。このように、坂口さんが冠番組で爪痕を残すたびにファンから、面白いたまちゃんがみんなから忘れられるなんて信じられないわ。たまちゃんの独特なテンションが面白さを倍増させているという声が上がっています。坂口さんの独特なキャラクターは、今の乃木坂46にはなくてはならない存在であり、一度でも世間から注目されれば、単独でバラエティ番組のレギュラーを取ることも十分に考えられます。アイドルとしては申し分ない個性を持つ坂口さんですが、ここまで選抜回数が少なくなってしまっている理由としては、やはり他メンバーの人気が強すぎるからです。さらに坂口さんは2023年1月に右耳低音障害型難聴を公表し、11周年ライブを欠席するなど、健康面で配慮しながらの活動を余儀なくされています。久しぶりに31枚目シングルで選抜復帰を果たすことができたのに、ここに来て休まなければならないとなると、非常に悔しい思いを抱えていたに違いありません。坂口さんには体調面で無理のない範囲で活躍の場を広げていってほしいところです。佐藤楓。3期生としてグループに加入した佐藤楓さんも、パフォーマンス力に安定感があるメンバーながら選抜入りを定着させられていない状況です。これまでに選抜メンバーに抜擢されたのは3回で、30枚目シングル月というのはロックだぜ以降、長らく選抜落ちが続いています。本人としても2022年のブログに、気持ちモチベーションの上下が激しくなかなか定まらなかったと、今の状況に苦悩していることを書き込んでいたことがありました。佐藤さんはもともと真面目で負けず嫌いな性格なので、このまま選抜落ちが続くのであればと、卒業が頭をよぎったこともあるのではないかと考えられます。アナウンサーのような清楚美人で、歌唱力もパフォーマンスも安定感がありますが、他の選抜常連メンバーの人気が強すぎることもあり、アンダーメンバーでの活動を余儀なくされています。しかし一方で、近年佐藤さんは駅伝好きアイドルという新境地で個人の活動が増えてきています。特に正月の風物詩ニューイヤー駅伝では、 TBC ラジオでコメンテーターとして出演し、大会の展望や注目選手を次々に紹介するなど、豊富な知識でラジオを盛り上げました。ニューイヤー駅伝というと、子供から大人まで様々な年代の方がラジオを耳にするため、佐藤さんのように真面目で柔軟に対応できる能力を持つメンバーが適任であることは間違いないでしょう。駅伝好きアイドルが定着したことで、近年では大学駅伝の実況中継にゲスト出演されたり、陸上専門誌のインタビューを受けたりなど、佐藤さんの活動の場は年々広がりを続けています。これだけ乃木坂以外の活動が増えれば、今後は駅伝特番で佐藤さんを知ってファンになることも増えていく可能性が考えられ、次回のミーグリでは予想を大きく上回る結果を残すことも十分に考えられます。今回は選抜入りが少ないけどブレイクした乃木坂メンバーを6人紹介しました。歌唱力やパフォーマンス力、バラエティ番組での才能など、どのメンバーも高い実力を持っていながら、なかなか世間にそれが浸透しない悔しさを経験しています。しかし1期生2期生の卒業以降、ミーグリの売り上げ状況は変動が大きく、いつどのメンバーが大躍進を遂げるかわからなくなってきています。そのため今後の楽曲次第で、本来は評価されるべき実力派メンバーが副陣入りを果たすこともありえます。苦しい思いをした分、次のシングルではぜひ活躍してほしいです。動画をご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と
高評価もよろしくお願いします。